BGM は炎のような歓声に包まれた。自由な校風のもと、多くの名選手が集まり全国制覇を成し遂げた北斗高校。彼らの勇姿に胸を震わせた一人の球児が北斗高校に足を踏み入れる。しかし自由すぎる校風が乱世を呼び、校内は世紀末と化していた。はい、ピッケで作成やっていきます。というわけで北斗高校がついに実装しましたのでやっていきたいと思います。はい、で、まあ、アプリの方でやったことあるので、まあなんというか、まあ、こっちでは初見プレイみたいな感じですかね。はい、いきましょう。で、説明見ていきます。で、練習場所にモヒカンがいっぱいいます。で、そいつらを倒して練習場所を取り戻してっていうのを繰り返していく。まあ各部活がなんか侵略しに来るんですよね。サッカー部とか、まあいろいろ。で、それをまあセクションごと、まあアプリのセクションの概念をまた使うような感じにはなるんですけど、うん、それごとでまあ4回ですね、はい、倒していきます。で、マネージャー連れ去られるとまあ打撃だったら打撃とか走塁とかのとこに捕まってるんですけど、そこ全部倒しきると彼女評価が一気に80プラスされたりとかして、まあそういう評価上げはね結構楽になってます。普通のチームメイトの評価とかも14ずつ上がったりとかで倍かな、うん、いいやつよりさらに上の上がり方をするのでだいぶ強いです。で、世紀末タック、まあこれが結構ね重要なんですけど、うん、修正前っぽいのでちょっと弱いです、やっぱボーナスが。で、打撃プラス、まあ、打撃のタックだとしたら打撃プラス筋力か走塁か肩か守備っていうのが、ダブル得意練習 で打撃ついてるともうその時点でダメなんですけど、他の練習の得意練習持ってるキャラと一緒に入ってると世紀末タックっていうのが発生するんですが、うん、それをねどんだけ読んでいけるかっていうのもまあ結構大事なポイントではあります。まあ、ただ出にくいって感じですね。で、決戦コマンドでボスがねやっぱり いまして、そいつらを倒していって、まあ金徳がねセクニ以降はこのボスを倒すと金徳もらえるみたいな感じなので、必ず倒していきたい感じにはなります。で、必殺アシストで、ケンシロウレイとか北斗のキャラですね。北斗のキャラがまあ時間経つとね、あの時とかレイとかまあいろいろ来るんですけど、そいつと一緒に練習すると 40% ぐらいの確率で、約束してくれて、まあ、練習の場合だと一気に倒してくれたりとか、ボス戦でも、だいぶ有利に戦えたりとかっていうのがあるので、まあ、それは結構呼びながらやっていきたい感じになります。不眠症です。なんで不眠症や、千丸来たかと思ってちょっとビビったわ。で、まあ、高校自体あんまそういう強い高校とかではないので、まあ気軽にやれたらいいかなっていう感じです。はい。で、デッキがまあケンシロウだけ入れまして、まあ肩守備補給ミートの4上限にして、新アーティストのまあ肩キャラプラス回復多めの、麦わらナッチ入れてるような感じです。で、最強は金徳かぶってるので、まあ、被らせてっていう作戦もまあなきにしもあらずって感じがあるんですけど、うん、まあ外してやっていくのがまあいいのかなっていう感じです。まあ、被っても強いっていうそういうね可能性もね全然あるはあるんですけど、一応なしの方向でいきたいと思います。はい、よいしょ。
後ろ、はい、まあ、打撃でタック積みたいので早めに開けます。一箇所だけ開けてるとなんかそこに集中するみたいなイベキャラがね法則があるらしいんですけど、でもそんな、なんかすごい確率高くあるっていう感じではないっぽいので、なんとも言えないんですけど、一応そういうのもあるので、あの一箇所目は割と狙っていけたらいいかなっていう感じです。はい、どうしようかな。あ、ただただただ、でこんな感じで一気に80もらえます。捕獲はこれで間に合うようにできるので、まあ、別に追うとかはしなくていける。あ、光ってますね。そう、これが正規末タックで、まあ、ケンシロウだけいってればいいっぽいですね、タック自体は。で、まあ、ボーナスが、まあ、見たら分かるように弱いんですけど弱いんですよね。申請されてちょっとボーナス上がったはずなんですけど、最初からそれではやる気ないみたいですね。ということで、まあ、だいぶ弱い高校にはなってしまいます。はい、どうぞ。これだとこの体力だと多分勝てないので、一回休むか。おーい、回復のタイミング、で基礎値でも結構倒す人数の影響がありまして、ECA かな、なのでまあ早めにここ C にしたりとか、この辺 E にしたりとかっていうのはやっといた方が、あの倒せる人数増えるので。あ、でもいっぱい来てるね、ありがとう。で、まあ、各場所に 2,3 人だと思うんですけど、ずつぐらい倒してってくれるので、すごいそれはありがたいですね。どうしようかな、倒せそうな気はするんだけど、いけたら時行ってから行きたい。 OK で、サガラさんナイス。回復ないのか。はい、で行っちゃった方がいいかな。なんか強めに設定されてるのかな。はい、でパワーヒです。で全部終わりかな。まだか、5人いるの。あ、どこ、こうは相良告白とか来といてくれると今後楽なんだけど。追いかけます。結構序盤でデートしちゃわないとね、きついんですよね、体力温存。結構今みたいなターンが無駄なターンになっちゃうので、序盤はね。後半はもう 3,4 ぐらいはもう本当に練習以外のことする余裕ないみたいな感じになるので要注意です。あざす。いや、やっぱ時は欲しいな、早めに。いいね、あれ。でこっからケンシロウの流れの方がいい。
かく来ないな。お、光ってます。うん、光具合は割と良好だと思います。でこれで全員倒しながらいける。お、ナイス告白。で、どこ行きましょうね。せっかく必殺入ってるので、打撃でいいかな。次もう一人いてほしかったんですけど、北斗キャラはやっぱ一人だと大変ですよね。はい、で高打者でござる。さあ光りません。筋力よ。嘘、ぶちったじゃん。しかもやってくれるなぁ。で、ケンシロウ1回目かな。ケンシロウ不確定なんですよね。不確定プラス、あの経験点重い系の得ではあるので、ちょっと大変ではある。筋力打撃っていうのがまあ魅力ではあるんですけどね、あんまりない得意練習組み合わせであるので。倒しちゃいますか。終わっちゃう。失敗しやがった。お願いします。全然ダメだ。あ、で光ってくれている。で、あ、え、もうあっちさんって。あ、そっか。じゃあ早めにやっぱ潰さないと。で、どうですか。弱え弱え。でも全部倒し終わったかな。光ってはくれるんだ。でもそんなにね。200、300ぐらいまではね、あの頑張れば行くはずなんですけど、あの初期の状態だと行かない可能性が高い。で、これじゃあしかも実装2週間後ぐらいにすぐ、あの修正入ったので、まあ、ここをねわざわざ何ていうんですか、弱い方のバージョンにしとく意味ってあんまないような気はするんですけど。はい、こっちですね。
トキはいいか。OK。今はその時とか、まあ、レイは投手なので守備メンタルしか来ないですけど、ケンシロは2回まで呼べるので1セクションで、この2人をしっかり追っていくしかないのかなとは思います。成功。パーヒ取っちゃったけどね。7位くん来るとアウトなので。どうしようかな。こっちか。次開けちゃいましょう。お、いいっすね。意外と結構これ倒す方で便利なので、まあ、早めに1個だけ開けて、あの全員まとめて減らしながらやっていくのがいいとは思います。あ、頼むぞ。バシ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 。おいおい、大事なところが行かれました。筋力だよな。あ、ここだとサガラ回復があるのか。うん、まあでもおとなしくデートした方がいいかも。おい、やめろよ。危ね。あ、そんなのあったんだ、知らなかった。しかもやる気下げんといて、わざわざやる気下げてくる、そんなイベントがあるとは。やっぱコツが入らないっていうのもね、結構要因ではありますよね。あ、ラブパでもいいのか。どうしよっかな。できたらケンシロウあたり。あ、確かに。ほい、来ない。すごい減った。ケンさん。すげえ。さすがに勝てんじゃねえか、これは。ついてくれ。やる気は上がんないの。もったいない。ラブパ期待してます。まあまあまあ、頼むぞ。まだか。2回目っすね。リンちゃん登場。あ、これ回復っすね。ありがとう。あ、で光っておる。4人減らしてくれん。
お、ってことは、あ、ダメかな、足りないかな。いやでもこっち行った方がいいな。ちょっと足らなかった。まで、ラストです。ラストは全員行かないとやばいので、結構でかい。光らない。実戦切るようになりました。足りてないけど、レイ君狙いかな。あ、筋力終わらしちゃおう。出ないかな、これで。OK。これでだいぶ減らせるので、結局の満了とこう、肩終わり。今。あとデート何回？ 2 回。うわ、ただこれでだいぶ減らせるよね。あ、でも結構減ってる。もう一回来い。行きます。正規魔作れば勝ちなんじゃね。気のせい。あ、でも確実にいっといた方がいいよね。ということで、精神的支柱まではいけそう。OK。精神足んないな。おそらく筋力もね、新アーチでくたばるので、お待たせいたしました。イベント完走してないよね。
最後テイク。勝ってろ。あ、レシニアーチ完走。あ、光ってる。ということで、あ、でもダメじゃね。ダメだ、もうデートしないといけないのでダメ。あ、でも強いなこれ。はい、最後の経験点は美味しいです。あれ、コタカ乾燥してないだろお前。で、最後こういうのとかいけたらいいんですけどね。まだあんまりもう彼女はねいない方がいいかもしれない。彼女入れる代わりにメンタルキャラとか積んどいて回復しやすくしといた方がいいかも。で、金徳がね乾燥しなかった。まあ小高いるからね、しょうがないっちゃしょうがない、ね。全然乾燥しなくない。ケンシロウとセイラは乾燥してて、ナナエ君切って、サガラあと1回、コタカと誰、あとバッター村野第9投げた、完全に外れた。あと麦わらナッチ、あーやべえ、守備上げちゃった。投げた、もう守備上げちゃったけど来てたっけイベント、あの夏にまた会おうみたいのが来てないとやばい。北斗、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは村野、来た。サウザーはね、金徳が復活だったりとかでまあまあ強い。北斗、ビートで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面、ここは天井十字砲。第2球投げた、打った、これはいい当たりだ。打球見上げ、今後こいつらが北斗追加点のチャンスです。徐々に来るとランナー二塁という場面、そう行くんだよね。マジで打ちづらいんですよ。名台詞あってる、聞かぬ、込みぬ、かゆみぬ、おじゃざす。これでーす。はい、やばい、ほんといろいろ足りない。いろいろ足りないので、やっぱね強くはないですね、この曲は。ああ、できてるってことは、やっぱ守備俺がアホってます。麦わらも全然使わないからね。こんな感じですね。虹取れた。満塁っていつ取ればいい。精神が全然足んない。で、牛若の分で敏捷で、呼吸骨とか来るかな。オッケー、ありがとう。お、ライバル。そう、ちなみにミオちゃんとケンシロウはライバルっていう、そういう設定があります。筋力精神が全然入んなかったですね。ちょっとデッキ変えた方がいいのかな。ワンアウトランナー一塁という場面で村野、外れた、ボール。第2球投げた、強い当たり、掴みました、ランナー一塁。さあ、同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー三塁という場面で村野、ネクストバッターサークルには長井、投げました、打ちました、痛烈、入ればいいやつ。じゃあ北斗、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番村野、打った、これは強烈、さらに伸びていく、村野ツーベース。立川、
北斗、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは村野、今日2打点を挙げています。打ちました。第2球投げました。打ちました。痛烈、はい、北斗で、あ、筋力は嬉しい。なんか一瞬北斗のキャラかっていうぐらいの雰囲気をお持ちだったね今。さっき金徳だよな、大打撃取れんのかこれ。いろいろ足んなすぎて取れないですね。お待たせいたしました。北斗、ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー一塁三塁という。これはいい当たりだ。入れば同点だ。入った入った。北斗、同点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で。この精神足りないとかそういうのはね、多分トキが入ってくれればそれだけで解決するし、リンちゃん相棒キャラで入ってくるんですけど、それいればもう彼女とかも多分いらないかなっていう感じなので、でリンちゃんに関しては体力ない時に進行イベントしたらいいと思うんですけど、進行イベントしなくても金徳もらえるっていうめちゃくちゃありがたい感じにはなってるんで、しかも精神ボーナーだったかな。なのでリンちゃんとトキのこの2人入ってくればまあそれなりにはサクセスできるようにはなるとは思いますって感じですね。タック別にしたくないんだ。はい、でラオウです。ラオウがね170キロ出るんですよね。えぐいです。精神が本当にない。お待たせいたしました。北斗、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で、早っ、打ちました。初球打ち取りました。ボールは中継。北斗、ここは能力やばいんですよ。170キロの怪盗怪物級位ディレイドなのでやばいです。でジャギがいる。ジャギは金徳2個持ちですね。ほぼ成功しないんですけど、なぜか試走した時に成功するのはあったんですけど。第2球、危ない球。第3球を投げました。やばい、引っ張った。三遊間、マジで打てない。北斗、同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で村野。ネクストバッターサークルに控えているのは永井。第2球投げました。あ、本当に打てない。どうしよう。これはヒットになります。村野、鬼ストレートなんだよ。ツーアウトランナー一塁という場面で村野、初球本当に打てない。取りました。これです。全然やばやば、すいません。ちょっとサクスペ初対戦だったので言い訳させてください。はい、ということで1万はいってるとは思うんだけど、まあこんなもんですね。3000ぐらいまではおそらく出るとは思います。ただその先がきついかな。金徳全然取れない。精神がなさすぎて金徳が全然
ちょっと取れないんですけど、まあ、初見プレイということで、やっぱトキとリンちゃん来てからが本番にはなると思います、まあ、やるとしてもねですね。まあちょっとそうですね、まあエビルとかやった方が、まあ、強い選手作りたいっていう方は全然エビルとかやった方がいいと思います。はい、ですね。まあケンシロウとか、まあ、やっぱ北斗のキャラが来てくれるっていうところが、まあ、ありがたいポイントだと思うので、うん、まあ、高校としてはこんな感じの高校ですよっていう感じです。はい、以上、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあ皆さん、いいですね、以上、お過ごしください。バイバイ。